こんにちは。私が情報セキュリティとリテラシー1を構成しました島田です。この講義の最初の2回は名古屋大学内の情報基盤について学ぶ形となっております。これは明大生が学内でどんな情報基盤を使えるかどうか学ぶ以外にも、これから明大の受験を考えている中高生やその親御さん方が、明大に入ればこんな情報基盤が使えるんだということを学ぶためにも使えると思います。メインとなる情報セキュリティの話はちょっと発展した内容でして、まあ、今ニュースとかでいっぱいあるサイバー攻撃、情報漏洩、情報倫理上の問題などの、まあ、情報基盤に関する事故のニュースいっぱいある、これについての裏側をぼやっと理解できるような基礎知識を叩き込みます。これ1回1回の内容が真面目にやると半期の講義1回分ぐらいの内容をギュッと圧縮したものになりますので、もしこの回の講義が面白いみたいなことを思いましたら、まあ、その話を重点的に取り扱ったこの先の講義について OCW を探してもっと発展した内容を勉強していただければなと思います。以上です。